皆さん、こんにちは。人生デザイン構築学校に寄せられた質問に答えていくコーナーです。で、今日寄せられた質問ですけれども、気づくと人のためにばかり行動してしまっています。どうしたらいいですかっていう質問です。ですよね。なんかこういう方は結構ね、いらっしゃいますよね。多いですよね。うん、そうですよね。やっぱなんかこう人から頼まれるとついついなんかこう断れなかったりとか、まあ誰か困ってそうだったら助けずにいられないとか、まあ、多分そういう自分のことが後回しになっちゃうっていうことですかね、きっと。そうですよね。なんか気づくとなんか疲れちゃって自分何やってんのかなって後悔したりだとか、まあ、そういう人、まあ、結構多いと思うんですよね。本当なんかこう受講生さんの中でもたまにっていうか最初の頃ってこういうあの発言される方もいらっしゃいますし、そうですよね。でそんな方に今回はまずお答えからお伝えすると、あの解決策はですね、やっぱりこう自分の、最高の価値観ですよねに照らし合わせてから決断するっていうことを心がけるっていうことかなと思います。なんかやっぱり、あの人のためにその行動するっていうことが癖っていうか、もうほとんどなんか自動的な反応みたいにきっとなってると思うんですけど、なんかこう人から頼まれた時にも頼まれたイコールやるみたいなことではなくて、あの受けるか、それとも断るのか、あとはまあ困ってる人とかを見た時も、あのそもそもその自分が助けるのか助けないのかっていうことを、決断、自分が決断してるんだっていうプロセスをやっぱり挟むっていうことが最初のステップかなと思うんですけど、そうそう、決断するためのその軸がね、やっぱり必要かなと思うんですよね。例えばなんかどういうやればいいっていう具体例とかってありますか？例えばなんですけど、どういう自分が価値観を持ってるかっていうのはもちろん知る必要があるんですけど、例えばそれがこう、まあ、人とつながるっていうことが、あの最高の価値観の人だったとすると、なんかこう仕事で営業目標の数値管理みたいなことを、あの上司からまあ依頼されたとすると、多分ですね、あのきっとまあやる気も起きないだろうし、実際そこに自分の価値観がないので、多分すごい効率も良くないと思うんですよね、きっと。あのもちろん会社なので、あの上司から言われたらやらなきゃいけないっていうこともまあ、あるとは思うんですけど、でもまあそれって自分のやっぱ価値観にはつながらないし、自分じゃないよねっていう、まあ軸が、そこで出てくれば、この人の方があのできるんじゃないかとか、断る理由っていうかね、なんかそういうのを思い浮かんだりもするんじゃないかなと思うんですよね。そうは言ってもなんか断ったら人間関係にひびが入っちゃうんじゃないかなとか、なんかギクシャクしちゃうんじゃないのかなとか、気になってしまって不安になってしまいがちですよね。そうですね、そうそう、やっぱり自分の価値観に焦点を合わせるっていうのはなかなか難しいですね。そうなので、なんかそのお気持ちはね、なんかそうすごいよく分かって、やっぱりこうなっちゃってるのって、あのすごくその断ることが苦手だったりとかっていうことがきっとあると思うので、こういう考え方もありますよっていう点でお伝えすると、あのその自分が断るっていうことが、悪いことだって思ってる方がすごく多いと思うんですけど、自分が断ることで逆になんかその仕事が他の誰かに、もっと適任な誰かに行ったとすると、その他の誰かが才能を発揮することになっていたりとか、でそうすると全体として仕事があのもっとうまく回り出すようになったりだとか、結局それがなんか巡り巡って、あの最初はもしかしたらね、断ってなんか嫌な顔されるとかっていうこともあるかもしれないですけど、他の誰かの才能を発揮する機会につながるっていうこともあったりするので、必ずしもその断るっていうことが相手に迷惑をかけるとか、なんでしょうね、なんかその悪いことっていうことだけじゃないっていうのを知っておくと、あのそういう決断もしやすくなるかなっていうふうに思いますね。そうですよね。なのでこう本当人のためばかりに動いてしまっているっていう人は、まずその断るっていうのが良くないっていうのがイコールって入っちゃってるのを、その考え方も改めると同時に、まず自分の最高の価値観に照らし合わせるっていうのをステップを踏んでこう行動やっていくっていうのが、まあ、結果的にも相手のためにもなるっていうことですよね。そうですね、はい、ということで、
もう一回繰り返しになりますけれども、まず自分の最高の、まあ、何よりもこれがファーストステップですよね。自分の最高の価値観を明確にすると、でそれに照らし合わせてステップをこう踏んでいく、自分の価値観に合うものなのかな、どうなのかなって、でもし合わないって言うんだったら、まあ、勇気を出して断って、まあ断り方もね、いやダメですとかっていうよりこう、まあ、ちょっと言い方とかもねあると思うので、それもねまた別のどこかの回でお伝えできればなと思うんですけれども、まあ、その自分の価値観に合うのかどうかなっていうのを照らし合わせてみると、まあ、自分だけじゃなくて相手のためにもなるっていうのをインプットして行動していっていただければと思います。では今回は以上です。ありがとうございました。さようなら。さようなら。